看護師になるって言ってんの。ノルマだな、学校ノルマ。たかし、カラオケ行くぞ。痛い、カナエ痛い。お前何に黄昏れてんだよ。せーの、行くぞ。何考えてたの。あれてかさ、お前進路調査書出してねえの。いや出したけど、白紙。白紙。まあ俺みたいにとりあえず大学行って教員免許取りゃいいじゃん。先がなくてもゴミとかなんか適当にあるっしょ。おめえは夢がねえな。お好み焼き屋に言われたらないわ。お前俺の親父バカにすんなよ。まあいいじゃん、これからゆっくり考えれば。シードキだろ、シードキだ。オッケーオッケー、はい、そうだよ。いらない。うわっ。うわっ。大丈夫？大丈夫ですか？ごめん、ごめんなさい。すごい今急いでて腕ぶつかっちゃったよね。ごめんなさい。あ、これ。大丈夫です。え？さて、いよいよ明日から高校生活最後の夏休みが始まります。まあきっとね。進路のことなど悩んでる子も多いことでしょう。でもな、時間は前にしか進まない。やりたいことをやりなさい。今しかできないこと。先生の好きな真田幸村はな、戦となれば常に最後の気持ちで挑み、圧倒的な軍勢に立ち向かってったんだよ。出陣だよ。いざ夏休み出陣だよ。何やるんだっけ。ああ、そうだもん。知り合いなの、その子。いや、全然知らないんだけどさ。でもなんかこう、見たことあるっつうか。ああ、あれだ、当たり屋だな。目つけられてたんだ、お前ちょろそうだから。だとこら、ヒロト、ちょっと待ってよ。おめえにまだ早いんだよ、彼女は。せえな。待てよ、ヒロト。あとで保険金とか請求されるぞ。なんだよ、それ。そいつ可愛いの。うん、やっぱカモだな。どう見ても。竹田先輩。早く頑張って。もういや、もう来てるよ、だって。ほら、
の あうちの学校だったんだ。あの全然気がつかなかったよ。昨日ごめん、本当あの怪我とかしてないか。本当ごめん。あの名前は？君って本当に3年？なんで？いや、見たことないっていうか。B 組。たかし君は C 組でしょ？隣だね。同じクラスになったことないってことか。そんなもんだよ、10クラスもあれば。じゃあ2年の時は何組？っていうか名前は？名前。喉渇いた。ジュース買ってくる。え？一人で。あいつこの時期に一人でってプロ目指してるんじゃねえの？そういうことか。予習してきた。いや、だよな。安心した。はーい、おはようございます。はい、授業始めるよ。ほら、みんな座って。はい。あー、もうね、疲れ。もう初日から水すぎるよ。あ、家系寄ってこいよ。なんかジャンクなもん食べると死ぬわ俺。え？やっぱ自習室寄ってくわ。は？ちょっとマジでやるわ。終わり。おいおいおい。あ、明日な。あ、お、どこ行くの？いいから。待って。へえ、知らなかったな。ずっと住んでんのに。結構あるよ、目線変えると。こじんまりしてんだね。
そう。それなのにああでもないこうでもない。そんなこと地球の裏側では誰も知らねえっつーの。ねえ、名前は？俺は C 組の葉山隆。D 組でしょ？かなえとかと一緒の。名前。忘れない？え？名前忘れない？忘れないよ。絶対？え？もちろん。織部あずさ。織部？同じクラスになったことないか。織部あずさ。あずさ。いい名前だね。ねえ。お腹すいた。ちょっと待っててよ。ほんとうまいから。待ってて。はい、いらっしゃい。おお、どこじゃ。一人か。いや、いや、友達と二人なんだけど。すいません、お待たせしました。お前まさか。まさかまさかの女の子なんだっけ。そう、この男。違う違う、バカ。全部俺に任しとけ。まあ、とりあえず最初にデートで、はい、ここは正解だ。で、最初に頼んだヒロトスペシャル、はい、ヒロトスペシャル頼んだらまさかマジでヒロトスペシャル。店長。はいはい。ごめん。どうした？終わる頃かなと思って。あ、でも健一はまだ他の教科もあるよ。うん。アイスコーヒー。アイスコーヒー、はい。アイスティー。アイスティー、オッケー。やっぱ看護学校の予備校って女ばっか？男もいるよ。ほとんどハーレム状態だけど。マジでいいな。そっちはどう？学校とはみんな目の色が違ってさ、俺ちょっと場違い感やばいんだよね。お手洗い行ってくる。うん。はい、アイスコーヒー。あ、はい。はい、アイスティー。よろしく。忘れた。織部あずさ。何してんの？っていうか昨日はごめん。ごめん。
続き、もう無理？いや、どうしたの？かなえ、悪い、俺ちょっと用事思い出した。え？いや、悪い、ほんとごめん。歩こ。待ってくね、パズルのピースが。本当は私だったんだけどな。あそこで待ってんの。あれ、カナエだよ。同じ D 組の。あの、ほら、俺たち2年の時さ、仲いいグループだったからさ。知ってる。携帯番号教えてよ。ミヤドも持ってない。え？ねえ、この場所わかる？大丈夫。いや、遅いし、家の近くまで送るよ。いい。いや、会えなかった時さ、家を訪ねればいいじゃん。本当いいの。やめて。どうやって連絡取ればいいの？携帯もないし。偶然にかけない？どういうこと？出会えたのも奇跡なんだし、もしまた次会えなかったらそれまでだったってことだよ。でも会おうとしてくれたよね。そりゃ多少の努力はするよ。ほら、宝くじだって買わないと当たんないじゃん。ねえ、かけてみない？君って本当変わってるよね。そう？うん、分かった。あ、いや、分かんないけど、分かった。ありがとう。あ、あさって10時から、あの、滝沢園キャンプ場でバーベキューあります。こらずるいって。待ってるから。
いま。あ、おかえり。ダメだな。おい、元社のお前も手伝え、高橋。やされるね。つく気がしない。消えた。そうだそうだ。やれよちゃんと。お前もだよ。ああ。待たせ。おい、セバン。彼女候補紹介するって話どうなったんだよ。え？こいつ。店に連れてくるって結局連れてこねえんだもん。悪い。誰、うちの学校？ねえ、ランシー、火ついた？あ、もうちょいです。頑張ってます。遅い、もうこっちは準備できたよ。オリベ、アズサ、まあ立ち話もなんなで、皆さんお茶でも飲みますか。おい、バカ野郎。てかこの前呼べよ。なんで今日に限って呼んだ。お前は本当な心分かってねえな。タカシ。はい。ちゃんと紹介してよ。ああ、いや、だからその最近友達になったうちの3年の織部あずささんです。え、うちらと同じ学校ってこと？本当に3年？何組なの？D 組です。おかしいでしょ。ありえない。マジうざいんですけど。笑える。あのここにいる女子みんな3年 D 組なんだけど、あなたのこと知らないし。ねえ、誰？答えてよ。あなた誰なの？あずさ？おい、あずさ！ちょっと、悪い。あずさ！ちょっと。あずさ！ちょっと待ってって。ちょっと待ってよ。ねえ、じゃあなんで来たんだよ。来いって言ってくれたから。私だって会いたいよ。ちゃんと説明してよ。どうせ信じないし。信じるよ。
忘れてるの。みんな忘れてるの、私のこと。は？私3年 D 組だよ。でもカナエも D じゃん。合わないわけが。2年の終わり頃からかな。家族も友達もみんな私のこと忘れてったの。私に関することだけきれいさっぱり抜け落ちてくの。お母さんのまま残るのに私のことだけ全部。初めは顔見れば思い出してくれたの。けどそれもどんどんダメになっちゃって、春休み明けたら私のこと覚えてくれている人誰もいなくなっちゃった。もうダメ。今は無理やり家にいさせてもらってるけど、そんな話あるかよ。だって俺たち今までだって思い出せた。それは高志が特別だから。ふざけんなよ。誰がそんな話信じんだよ。俺は信じないよ。忘れないし、俺は信じないよ。昨日は久しぶりにリフレッシュしたな。ごめんね、いろいろと。何が？いや、あずさのこと。あずさ？あずさって誰？おう、早山か。お前 D 組で何やってんだよ。先生、 D 組に織部あずさっていますよね。織部？いや、
ちの学年にはいないだろう。いますよ。ほら、これ。ん？オリベ、アズサ。なんで忘れちゃうんですか。ちゃんといますよ。アズサはちゃんといますから。おい、どうしたんだ、ハヤマ。アツサ、アツサ、昨日はごめん。正直まだ信じられないけど、本当にこんなことがあるとして、それって原因は？どうしてあずさだけがこんな目に。幼稚園の先生の名前思い出せる？小学校の友達は？何人覚えてる？毎日会ってても時間が経てば忘れる。それと同じ。人は理由もなく死ぬでしょ。病気や事故や戦争で。生まれた理由だって消える理由だって選べないの。だからね、なんで私だけってもう考えないようにしたの。俺は忘れないよ。
あずさのこと俺は忘れない。たとえみんなが忘れようとも、早田たかしは織部あずさのこと絶対に忘れません！上手にできたね。すごい。あなた誰？オリベです。ボランティアのオリベアズさん。あ、岩井さん、こんにちは。こんにちは。ほら、キエさん、旦那さん帰ってきたよ。え？あ、綺麗にできたね。たくさん。あ、これも。そういえばさ、あん時何してたの？あん時？最初に会った日、あの交差点でぶつかった。DVD 借りに。俺も。何借りたの？タイムスリップもの？なんてやつ？言ってもわかんないから、ほらマニアックなやつ。たかしは？大人は分かってくれない。トリフォーの。へえ。映画を見ることだけが楽しみな少年が、現実では何一つうまくいかなくて。街をさまよう話。それってなんか私たちみたい。
高橋選手、一球も当たりません。くっそ下手です。熱いんだよこのバカ太陽。太陽に当たらないでもらえます？あ、はい。ちょこれさ、他のやつないの？文句言わない。書き壊しって小学生か。でもさ、剥がしたら浮気とみなします。っていうかさ、なんで制服なの？え？そりゃさ、 PV といえば制服でしょ。学校いいね。キモい。ああ。なんか劣等感。我々は映画研究会ってことで。なるほどね。すぐ終わるから。やっぱり俺外で待ってるよ。大丈夫だって、たかしなら。ねえねえ、あなたも手伝って。あ、いや、落ちちゃいましたね。おう、はい、あの子って新しく入ったボランティアかい？え、10歳若かったらな。いや、冗談だよ、冗談。よかった。ゆっくり食べてくださいね。あの子、もうだいぶ前からお手伝いしてると思うんですけど。いや、俺のがボケちゃったかな。あ、はい、今行きますね。トイレットペーパー切れてるよ。え、上の段に入ってるよ。あ、お父さん。ああ、あら、お父さん、いいわね。遠慮しないで食べてね。はい、ありがとうございます。もやしどう？あ、はい、もやしほらいっぱいあるから。もやしも分かった、もやしはもういいよ。なんか肉がいいよ、肉がね。どぼどぼどぼ。ああ、もう本当好きなの。かけちゃう系。はい、葉っぱは何かけますか？葉っぱっていうの、葉っぱ、マヨネーズと青じそ。青じそで正解。
じゃあ選ばせないよ。なに？いいでしょ。取りすぎ。肉食系女子ともやしっこ。うるさい。そこ父さんうるさい。長いねこれ意外と。すごいよ。長い。びっくり。これあ、引けちゃった。おおやろ。あー、バケツ持ってくの忘れた、たかし。たかし、バケツ忘れた。ちょっと、火事になる、火事になる。大変だ。知らないよ、自分で持ってこいよ。いいから行っておいでよ。たかしの仕事でしょ。頼むよ。早くね。もうねえ。いつもあんなの。でも、あずさちゃんみたいな子がいて安心したわ。いやいや、ちょっと前までさ、なんかずっと家で映画とか見ててさ、なんか暗かったんだよ。引きこもりみたいでさ。禁煙やめちゃったんですね。賑やかでいいよね。うちは物心ついた頃からパパと二人だから羨ましい。うっさいだけだよ。勝手だし。紹介してくれてありがとう。うん。あずさのこと忘れたら俺が絶対とっちめてやるから。やめて。希望は持たないと。うん。もうすぐ誕生日だ。覚えててくれたの？もちろん。嬉しい。9月1日って始業式だけだよね。学校終わったらどっか行く？本当？おう、どこ行く？恋人の丘。マジで？ベタだね。いいの、行きたいの。わかった、わかった。忘れないでね。だから忘れないよ。おかえり。あれ、母さんは？お風呂。あ。あれ？アンデスのケーキじゃん。え？え？マジ？もらえば？知らない。父さんじゃないの？うわぁ。シラチーズ。え、俺ショート。
前のみんな大好き。じゃあ、このショコラと、はい、あとレアチーズケーキ。これショート。ここの空書には主語、述語という意味関係が成立する名詞プラス ing 形が続きます。よって答えは使い状況の with が入るから正解はあ。これぐらいは確実に正解できるように。いいかな。はい、次の説問。こういった関係副詞の穴埋めのコツは空書の前後に注目することでしたね。カッコ B には直前に場所を表す名詞 New Places が入り、空所以下 Feed までが完全な文章だから。携帯はオフにね。すいません。はい、次の説問。こういった関係副詞の穴埋めのコツは、来週本当に大丈夫？ん？なんだっけ？9月1日。あずさの誕生日。たかしと一緒に行きたいとこあるんだ。え、どこ？恋人の丘。マジで？ベタだね。鶴ですか？カブトだ。金魚。当たり。私に？これどうぞ。旦那さんにも。この後はまっすぐ帰る。どうしよっかな。あ、ちょっと待ってよ。おお、かなえ、どうした？たかし、ちょっといい？岩井さん、こんにちは。あ、
ぞ座って。すいません。座って。ありがとう。常なんかごめんねこんな格好でさ。私さトラックやってて。岡山から今朝までずっと移動してさ。えい。さっき戻ってきたんだわ。あ、ごめん名前聞いてなかった。なんだっけ。オリベです。オリベ、アズサです。アズサちゃん。いやでもびっくりだわ。タカシにこんな可愛い彼女がいたなんてね。タカシ君、予備校終わったらどっか行くとか言ってませんでしたか。そう、電話したらいいじゃん。持ってないんです。ん？え、携帯？あ、あの、これ渡しといてもらえませんか。何これ。折り紙です。よくわかんないけど、まあ部屋で待ってたら、ね、私シャワー浴びてくるから、そしたら電話かけてあげる、ね、ありがとうございます、うん、ダメならはっきり言って。ごめん。やっぱ好きな人いるんだね。え？私の知ってる人？学校の子じゃないの？ねえ、誰なの？
ただいま。あ、おかえり。カレーいつもと違くない？あ、え？ちょっとあの隠し味入れたんだけど。さすがお母さん。お願いします。じゃあ本日はお願いします。あ、ちょっとすいません。はい、いや、ですからその件はちょっと待ってくださいよ。話が違うじゃないですか。家の売却分は全て返済に回します。時間はかかるかもしれませんが、必ずすべてお返ししますから。はい、もう目処は立ってるんです。お願いします。お願いします。私、今日で最後なんです。お、あ、そう。いや、うちも今日で最後なの。急に入院することになっちゃってさ、検査の結果思ったより良くなかったみたいで。そうでしたか。あいつもついにさ、わけわかんなくなっちゃって、俺の顔見てどちら様ですかなんて言うんだよ。もちろん覚悟はもうできてたけどね。でも時間だけは残るんだよ。え？たとえどんなに記憶がなくなっても、二人で過ごした時間だけは奪えないんだよ。夏休みを過ごせたか。高校生活も残すところあと半年だ。いいか、一度きりの人生だ。やりたいことやれ。じゃないとまだあっという間におじさんおばさんだ。あざま、あざま。いいか、出陣だよ。聞こえるよ。ほらないの音が聞こえるよ。見えるよ、先生には。
で新人戦勝てると思ってんのかよ。まだ何も始まってねえんだぞ。簡単に諦めんなそこ。もっと暗くしてこいよ。文化祭は圭一ともじゃない。いいよ、数学予定は俺も取ったから。あと体育祭だ。おい高志、おい高志。あ、だから2年の体育祭の写真だよ。お前撮ってたよな。ああ、パソコンにあるよ多分。データくんない？うん。なんで俺が卒アル委員なんかやんなきゃなんねえんだよ。どう見ても向いてねえだろ。ったくよ。生まれの乙女座です。ちょ、カットカット、もだめ。何それ、自己紹介じゃん、ただの。もう一回いくよ、テイク8。よーい、はい。どうも、オリベアズサです。2年ふぐみ、9月1日生まれ、乙女座の B 型です。どう、さっきよりはいい、さっきよりはいいんだけど。アズサ、よーい、はい。同じく2年 F 組の葉山隆です。2年、今日はオリベアズサとの交際1ヶ月記念としてビデオ撮影をしたいと思います。はい。1年前以上、以上。オリベアズサ、自分がガッチガチ。はいはいはい、卵を乗せて、はい、卵、はい、マヨネーズ、完成。うまそう。どうよ、うちの簡単です。いやいや、ちょっと待って待って待って、してみようかと。えらいぞ、たかし。ここで宣言して記録するから。何を？
はい、貸して。何が？どうぞ。何を？なんかほら、俺は映画監督になってハリウッドに行くぞみたいな、そういう青春っぽいやつ。だ俺は監督になんだろ。なれなっちまえ。生きた印を世界に爪痕を残すんだ。やれ。はい、じゃあ今度アズサの番。え？夢？お誕生日おめでとう。はい、これ。開けて開けて。いいの？うん、開けて。じゃじゃーん。かわいい。嬉しい。どう？かわいい？うん、かわいい。かわいい？うん。また来年も来たいね。ほら、あそこだよ。あっち？そうそう、あそこから1時間ぐらいかけて。あ、来たの？たかし、ごめんね。今、たかしは体育の授業中です。たかしのスマホ黙って借りてます。本当にごめんなさい。本当に。たかし、私に最後のチャンスをください。たかしはもう私のこと忘れちゃったよね。なんでこうなったのか正直わかりません。何かバチが当たったのかな。もうこれ以上たかしに話しかける勇気がありません。いつか必ずって頑張ったけど、あなたの知らないって顔はもう辛いから。でもね、こんな風になったからって言ったらおかしいけど、私生まれて初めて必死でした。この人に忘れられたくないとか、ずっと一緒にいたいとか、そういうことに必死だった。
人を好きになるってこういうことだったんだね。葉山、たかし君。織部さんから伝言頼まれたの。あなたがもしかしたらここにいるかもしれないって。あずさは？もうここには来れないって。あずさは今どこにいるんですか？会いたいんです。話したいんです。どうしても会いたいんです。俺、忘れちゃって、忘れないって言ったのに忘れちゃって、それであいつのこといっぱい傷つけて、
会いたいんです。お願いします。伝言頼まれただけだから。ごめんなさい。彼女、ありがとうって。すごく感謝してた。じゃあ。あずさ、ごめん。あずさ、あずさ、ごめん。あずさ、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 ごめん。ごめん。あった。あった。